見るぞ、知るぞ、わかるぞ、聞くぞ。どうもこんにちは、編集長の庄島です。この動画では一般選抜について説明していきます。一般選抜は前期、中期、後期の3つの選抜機会を設定しています。また出願方法は A 方式、B 方式の2つの選抜方法を設定しています。ここで留意点です。中期は B 方式のみの選抜しかありませんのでご注意ください。また A、B 方式ともに出願の際は募集区分の中で最大3つの学科またはコースの併願が可能です。この併願制度をうまく利用すれば効率的に複数の出願が可能となります。では選抜内容を説明します。まず A 方式から。 A 方式は1型と2型という2つの受験方法があります。1型は本学が課す個別試験のスコアと大学入学共通テストのスコアを利用し合否判定を行います。個別試験は国語と英語の2科目を課します。大学入学共通テストは皆さんが受験されたすべての教科科目を50点に換算し高得点2科目をチョイスします。共通テストは皆さんの得意科目や日頃の勉強での頑張りを判定に生かすということを意図しています。選抜内容をまとめると国語が100点、英語100点、共通テスト100点、合計300点で合否判定を行います。1型に対し2型は本学が課す個別試験のみで合否判定をする選抜方法です。1型と2型に課す個別試験は共通のものですので双方とも同時出願が可能です。特に共通テストのスコアに不安がある方は2型へも出願をしておくことをお勧めします。なお A 方式の初等教育コースについては1型でしか受験できませんのでご注意ください。続きまして B 方式の説明をします。 B 方式は大学入学共通テストのスコアのみで合否判定をする選抜方法です。判定の際は国語と外国語については200点を100点に換算します。まとめると国語100点、外国語100点、選択科目100点、合計300点で合否判定をします。共通テストのすべての教科科目を対象としている A 方式に対し B 方式は本学が指定する教科科目の受験が必須です。最後に一般選抜での英語の民間試験の活用方法について説明します。本学はセファールの対象表に照らし英検2級相当は3点、準1級相当は10点の加点をします。この内容は入学者選抜要項の20ページ、24ページに記載してますのでご確認ください。以上、一般選抜の説明でした。動画と合わせて必ず入学者選抜要項で詳細の確認をしてください。動画をご覧いただきありがとうございます。大学入学はゴールではなくスタートです。4年後に向け一人一人の成長創造を築女は全力でサポートします。それでは来年の4月に築女生となった皆さんにお会いできることを楽しみにしております。